今日は Get Ready With Me を撮っていきます。おはようございます。ニキビポン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 星3つです。ニキビ3つできてる原かれんです。最近ねちょっとバタバタしてたので公演劇場公演原チーム M の声はどっちでやってくる公演でも久しぶりに自分のポジションに戻ったり、その次の公演ではケイトさんポジをさせてもらったり、ナンバトルの時はポンちゃん若ポンさんのポジションをさせてもらってたのでちょっとあーって行ったり来たりしてて、それを思い出したり、あとはグレイテストなショーマンのお稽古もねいよいよ始まりまして、その稽古でバタバタしたりいろいろてんやわんやしてたら肌が荒れました。まあでもねそんなもんですよ人間しゃんない。忙しいのはねありがたいことだと思っております。グレイテストなショーマンもね、選抜メンバーだからさせてもらえたお仕事でね、今忙しいけど、忙しくて嫌な時もあるけど、と忙しくなくなった時にはなんかお仕事したいなとか、お仕事してないのが悔しいなって思うのも見えているので、大変なこともあるけど悔いなく毎日今日はこれを頑張る、今日はこれをちゃんと頑張るっていう一日一日を今大切にしてます。だからね大きなねこうなりたいとかの目標に近づけてるかどうか最近ちょっと分からなくなってきてしまってるんですけど、でも小さなミスを減らそうって思って一個一個丁寧に、ね、心がけてます。今日は劇場公演頑張るとか、今日はまずお稽古に今集中、その後公演に集中するとか、なんか分けて考えるようにしてます。そんなカレンです。それがいいのか悪いのかよくわからんけど、ちっちゃなミスは減ってるんじゃないかなと思ってます。ピロピログレイテストなショーマン、ぜひ皆さん見に来てくださいますか。もうやばい、ベースと眉毛しかしてない状態で喋ってるんですけど、ぜひお稽古頑張り中なので、私人生初のねカレンミュージカル出演なのでぜひ見に来てほしいです。東京と大阪であるので、しかもね大きなところでさせてもらえる、本当にありがたいですし、ミュージカルとかも昔から大好きなんですよね。よくアニーとかいろいろ見に行ってて、何を見てるかな、アニーも見たでしょ、何見た、リトルマーメイドとか、あれは劇団四季さんやけど、ミュージカルなんかいろいろ昔から大好きでよく見に行ったりしてるから、まさかね自分がこう歌とか演技とかもめちゃくちゃ上手なわけじゃないのに、こんなチャンスをいただける日が来るとは思ってなかったので気合いいっぱいですね。だって本当だったらオーディション受けて合格してとかじゃないとミュージカル出れないじゃないですか。なのにねこの NMB48 に加入させてもらえてたおかげで出演させてもらえるっていう大きなチャンスなんでね、ありがたいです本当に。もちろんそれで終わらせたくないけど、ちゃんと全力で頑張ろうっていう気持ちです。と、ね、吉本新喜劇の皆さんとコラボなんですけど、そう新喜劇ね大好きなんです。ちっちゃい時から見てたからずっと憧れてたの。NMB48歴代の方々が出演されてたのとか見てたし、彼もいつか出たいなって一つの何だろう目標でもあったので、すごく嬉しいです。今一緒にねお稽古とかさせてもらってるんですけど、とっても楽しいです。ピュッ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 、今ベップさんのです。かわいい、ドリルせんのかわいい。こんな感じで今はからこうやっておしゃべりしてるけど、ね、実際にお会いした時にはこういうお話全然できないんですよ。ちょっとまだそこまでしゃべれないです。そしてお勉強もねしっかりさせてもらえるように、なんかでもみんなでこう作っていくっていうのは劇場公演と一緒だなって思ったり、全然違うように見えてみんなでするのっていいなって思ったり、初めての経験で未知の世界なんですけど、お勉強になったり、なんかあ一緒やと思ったり、毎日楽しいです。すごくやっぱ早くでも上手くなりたいな、上手になりたい。で見に行くよって言ってくださってる方とかもいてるのでね、皆さんありがとうございます。彼の人生初ミュージカル見に来てください。しっかり練習頑張ります。いつもそうやけど、こう見に来てくれる人がいるってありがたいことよね。頑張ろうってさらに力が入ります。頑張ります。今日はこのアイシャドウはピーアイドルの愛嬌のピンクブラウン102番です。
今日もねお稽古やからあんまりちょっとパキッていうお化粧はしたくなくて、でもあの吉本新喜劇の皆さんも来られてるのでちょっと綺麗にねしていきたいなと。結構汗かいたりとかしたら休憩ねあるっちゃあるんですけど、お化粧直しとかする時間あんまりないので綺麗にしていかないとね。で言いつつもすっぴんで行く日も結構あるんですけどそう公園とね被ってる日とかはね化粧ドロドロの状態やったりとかすっぴんだったりバラバラなんですけど、ちょっとでもね時間があるときは綺麗にいかないとね。で皆さんのこうイメージとかあるんかな、グレイテストのショーマンこんな感じかなっていうなんか予想みたいなないんですか、予想フラグ予想フラグ立ててください。こんなお話かなみたいなあるかな。まだ何も出てないもんね、多分写真とかしかわかんないですよね。あんまり言っちゃうとなっていう気持ちと、もう早く言いたい気持ちと両方。いやとても楽しいです、楽しんでおります楽しくお勉強して、なんか難しいなって思うこともあるんやけどね、なんか難しいって思うのも面白いというか、そっかーってい こう発見があるからなんかな、楽しいです。なんかいい意味でまた成長できそう、 NMB48 としての劇場公演でも活かせそうだなと思うこともたくさんあって、ほんと日々お勉強ってこういうことやなって思っておるカレンです。で東京も大阪もってこう2つのね場所でさせてもらえるっていうのもすごいよね。関東の方とかね関西圏じゃない方とも会えるなって、ありがとうございます。みんなのこと大歓迎なのでね、楽しみにしてます。ちょっと今日ねニキビひどいんですけど、ニキビはもう放置です、知りません。あんたのこともう知らないよ、もうやだ、どうしてどうしてそんなに荒れちゃうの、しゃんしゃん。やっぱね、おもながの人はね、ここの涙袋のとこの肌の色のこの差とここのここ、とても大事、みんなテストに出るよ。おもなが嫌やなって思う方はやってみてください。ほんまにカレン的には結構変わるポイントだって、こう涙袋の影を入れて、もう愛嬌のピンクブラウンをこの縁にとって、その線を引いたところのちょっと上くらいからこうやって下にぼかしていく感じ。涙袋に色を入れるの大事なんやけど、あんま入れすぎるとね結構盛りましたって感じになっちゃって、まあそれも似合う方とかいてはるからめっちゃ可愛いんやけど、カレン的にちょっと似合わない顔をしてるのであんまり濃い色は入れないようにしてるんですけど、でも白色を入れるよりかはこの線の境目とかは色、血色感のある色を入れた方が馴染みやすいと思います。これはカレン的意見ですので、みんながそうとは限りませんが、カレンはそう思っていつもメイクをしてます。もうねこっちからしたらね今日マスクやから、だからねあんまりしません。お肌にも良くないと思うのね。下地とかは塗ってるけど、あまり上からのカバー、シーラーとかはやめとこうと思います。決して手を抜いているわけではございません。そう、言い訳やーって思われるかもいいけど、そういうことじゃないよ。お肌を休めないとね、お肌綺麗になりたい。それいきます。最近ね、このピンク色、ちょっとピンク色の入った、ドーリーウィークのピンクブラウンちゃんの色を、目頭、にこれくらいと黒目の下にこれね、あんまりねつなげてね引かへん方がいいんちゃうかなって思ってる。この目頭に入れた線と黒目の下の開けてる方がねきっとねいい気がする。カレン的にはそれももうカレン的意見なんでわかんないですけど、今日はそうすることが多いです。もう言い切りました今。オッケーオッケー。んでマスカラを塗ります。今日そんなに多分汗かかないんでデジャブを使います。塗りやすい。ブラウンのねマスカラをねこんな描いたいんですけど、薄すぎるブラウンね可愛いんやけどね、まぶたから重たいから重く見えるねんな。また悩んでブラウンのマスカラを買いたいと思います。欲しいねんけどな。あと春物のお洋服欲しい。あと何やったら桜見に行きたい。もう桜が散っちゃう、もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、何散らないね。桜大好きなのにね、なんかここ最近ちゃんと 見れてない気がする。ブログにね前載せた時桜しかまだ彼写真撮ってないかも。あの時マスクでしか写真撮ってなくて、最近ねお花見て癒されること多くてそれメンバーに言ったらなんかお疲れやなって言われたけど、疲れてるわけじゃもうないと思うんやけどね、普通にお花が好き。今ねドライフラワーにもしてるんですよ、そのいただいた綺麗なお花を。
もう大事にしてるの。めっちゃ綺麗で、うわ、お花のことちょっと舐めてましたわと思って恐れ入りました。ほんまにね、癒される、可愛い。だから桜見に行きたいです。ピロピロ。そうや、お洋服で思い出した。皆さん、じゃじゃーん、見て、原カレンの21歳の生誕 T シャツです。ちゃんとティキ君とフラ君もいます。今年は英語バージョンのピロピロです。しかもここにキャプテンって入ってるのもポイント。今年ね、チーム M のキャプテンに就任させていただいたので、ちょっとキャプテンって書いてあります。ぜひゲットしてください。オフィシャルのショップでももうね、発売されているので、ぜひぜひお揃いしてほしいです。この前のね、劇場公演があった日に発売だったんですけど、その時にもう来てくださってる方とかいて嬉しすぎました。ありがとうございます。何だったっけ、オンラインショップでもゲットしてくださった方とかいて、今発送メール来たよとかツイッターとかで教えてくださってるのも見てます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。また届いたら教えてほしいな。ぜひゲットしてくださいね。公演でも待ってます。生誕祭ももうあるかな。1年に1回のみんなにお祝いしてもらえる日、劇場で楽しみですね。緊張するけどね。リップを塗ってそろそろメイク終了です。近づいてきたかよ。今日はピアイドルのマッチリップを使いたい気分です。01番のこっそりピンク、あのね、新色の当時のアイシャドウパレットもね、欲しかったんやけど売り切れてるので、さすがあかりんさん、欲しいなって思いながら、まあ、このカラーもこのカラーもお気に入りなんでずっと使ってるんですけどね。やっぱ新色も気になる。みんなゲットしたかな。ゲットできました。いいな。 OK、 トレイ、 OK、 じゃん、メイク完成しました。今日は軽くこんな感じでございます。今日もグレイテストなショーマンのお稽古があるので頑張ってきます。皆さんも本番楽しみにしていてください。しっかり頑張るね。お仕事に学校も皆さんも頑張ってください。彼も頑張ります。それではまたぜひ見てくださいね。今日も見てくださりありがとうございました。また見てね。ピロピロー。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。いつもありがとう。行ってきまーす。前髪しないと。